こんにちはこんばんはゲーム動画で行こうです、えー、松松戸 G1 ダービー日本選手権記念競輪も11レース、えー、4日目ですね、えー、ゴールデンレーサー賞を、えー、行っていきたいと思いますはい、えー、ゴールデンレーサー賞はご覧の9人 松戸開催ということですが、難関がいないのが少し残念ですね。SQS 班が4人、平原、脇本、新田、清水とお、えー、ります。どうだろうあ。えー、っと、このレースの、えー、っと予想ですが、まあ、 脇元から売れております、ね、いろいろあのー、決勝戦ではないしやっぱり決勝戦に向けてどう走るかっていうレースなのであの結構まあ二段掛け体制が2つあるんですが私はですね関東の吉沢の方が先手を取ると見て平原諸橋の番手まくりかな抜け出しを。 本命に上げてみたいいと思いますもう少し詳しく見ていきましょう。えっ、ー、と、並み予想ですが、4分線って書いてますね。えー、脇本が短期で、えー、清水、深川、これが西日本ですね、えー。関東3人、吉沢、平原、諸橋。最後に、えー、北日本が姿、新田、佐藤、慎太郎と来てますね。えー、人気はですね。 短期でもやっぱ圧倒的なパワーを引き出した脇本が、えー、本命になってますねえっ、ー、と大垣の G2 も取りましたし、うん、えっ、ー、とい勢いに乗っているのではないでしょうか次が新田ということで、えー、代表チームが人気を集めてますね えとこれをオッツで見て、2車単のオッズで見てみますと12レースってなってますがこれ申し訳ないです、えーと。11レースです。本日は全11レース制で、えー、ゴールデンレーサー賞は最終日なんで、えー、11レースに行われます。ちょっとですね、脇元からかぶ、まあ、ってる、まあ、短期でも個の力で一気に叩ける。 まあどこから仕掛けてくるか分からないですからしもうできちゃえばパワーすごいですからね、まあ、ただ脇元からもうつくお、あのー、目とつかない目があるっていうのが結構このレースポイントになってくると思うんですよねえっ、ー、と見てくださいが 慎太郎が63.6倍諸橋が44.3倍、えー、吉沢が104.5倍ですよねで姿も3八も69.6倍とこの辺になってくると結構つくんですよねまああの吉沢と 姿は引き出し役だというふうに、えー、思われるからだとは思うんですけどまあ競輪何があるかわからないですしねあと慎、まあ、太郎はどう考えてるかわからないですけど諸橋は結構14.3倍ながらチャンスあるような気はするんですよね。清水も中川ののことを気にせずに自分の橋ができれば うーんでもまあ初日3着だったしちょっと力不足だなとは思いますよねあそうなんだえー、意外さっき概要で挙げてたえー、っと関東の2段がけ決まってよ1551って何でこんな15でも15倍19倍つくんだこれ美味しいな、えー、逆に折り返しの諸橋を刺し目だと70.2倍か。 よっぽどやっぱり脇本のパワーがずぬけてるってことですよね。まあ、えー、と平原よりは新田の方が売れてますよね。まあ、姿がどういうレースするか。吉沢の姿も、まあ姿はもとうとう自在タイプなんですけど、吉沢も吉沢に関しては先行タイプなんですが、先行まくりタイプなんですが、うーん、そんなになんか前で引き出すような。 人っていうのはあんまり思え見えないんですよね。まあそういうこともあってかにやっぱり足の調子昨日バック取って2着でしたからね、えー、ということで人気になっているんじゃないかなと、えー、思います。 まあだからあの姿も新田連れてる姿も日やは連れてる吉沢を目がないというふうに思われてるんでしょうね。まあでもこのこのつならば美味しいですね。例えばまあに逆に北日本の私は関東を狙いますけど北日本の 2段掛けで7四で14.2倍4七だと67.4倍まあ4七はそんなに変わらないんですけど7四は1五に比べて男性低いですからね7三とか7一7二も狙ってみないといけない新田の狙いづらいとこって別線が来ることなんですよね。 まあ、慎太郎だったら大丈夫だなと思うんですけどやっぱり後方に置かれてそこからまくり返しというのが新田の場合あるからそうした時に慎太郎がちぎれて、えー、別戦の前残りとかうまく後ろにはまった選手とか、まあ、あんまりないか後ろにはまるケースは先まくり打った選手ですよねがあの来るっていうのはあるんで。 まあ7級とかもあるのかもしれないなったがまくり切ったら7級とか七2とかまあ SQS 班が4人いますからね、えー、そういう意味ではもっと手広く狙,狙わえてもいいんだけどなぜか短期の脇本がちょっと特にえー、っと平原中川に。 ツの3人への人気がちょっと集中している感じは否、えー、めないと思います。というわけでもうあのネタバーしてしまったんで、えー、と関東作戦ということで褒め、えー、したいと思います。その理由が、うんま、どっちが北日本って、ま、姿がやっぱり自分が姿の方が自分が取りたいレースで引き出し役 もはやもう引き出し役ではなくなってるんじゃないかなっていう感じは受けるんですよね。やっぱり姿はあの行為からまくる競争っていうのが今あの得意パターンなんで確かにあの積極策見せることもありますよ。まあただ今バック もう1回しか取ってないですしね。新田の一期後輩でしかないし、うん、やっぱり吉沢の方、吉沢平原の方が先輩後輩からあるんですよね。新田はそ,のそれほどないし、あんまり新田の二段がけって実績ないなっていうのが、まあ一番北日本を疑問に思ってる。 面なんですよ、ねまあえー、と平原は一番下なんであの関東が前取っちゃうケースもあるかもしれないですけど姿が躊躇する可能性もあるんで、まあ、清水が切ったりするケースあるかもしれないんですけど清水が切ってかあの北日本が行くっていうパターンあるかもしれないんですけど。 なななんとなく吉沢突っ張りもあるんじゃないかなただその精度は吉沢、えー、正直甘いと思います。なので全幅の信頼は置けないけれどもやっぱりよここでの吉沢のやる仕事っていうのはまあやっぱりあの勝ち上がり関係ないですからね。もう あの機関車に徹することとなななんじゃいいかなと思いま,すまあ6月からのルール改正これやりにくくなります。とはいえあの5秒、うん、遅れてゴールするケースってそんなにいないですからね、まあ、5秒以上あのかかったら失格になるっていうのはあるんですけど。 年老い選手がちぎれて5秒以上かかっても失格か,かっていうのはあるんですけどそれを置いといて、えー、っとそういう二段掛けをしたときにでも、うん、最近あんまり5秒以上はないなまあ逆に言えば大体いい二段掛けした場合踏むのをやめちゃうケースがあるんですよね前の選手が。なんで いかがこれが関東戦士に、えー、が悪いと最後までまあ一生懸命踏めようという、まあ、お達しだと私は思ってるんですよね。え何を言おうとしたっけ ?2、まあ、段掛けの話なんですけど、まあ、吉沢も。 ま,あここ決勝また一緒になったり平原がいなくなったりするケースがあってその時にまああのこの後も競輪続きますしねここはですね勝ち上がり関係ないんで恩を売る競争するんじゃないかなと思うんです。あまり姿には関係ないいし日田がそういうことを 単純に二段掛けするようなむしろ二段自分であの前で走った方が正気あると思うんですよねここはね姿に任せてる部分なんか不安要因の方が増えてしまっている感じはありますよね下手すれば叩き合って脇本がごちそうさんっていう展開もあるかもしれませんということで私は関東の方を信頼して1551 直線が短い松戸なんで、諸橋させるかなっていうのはあるんですけど、諸橋も調子悪くないですからね、平原がだいぶ復調しております。一時の状態、いや、びっくりした、ス,ス,スピーカーが今動いてましたね。 別のスピーカーからあの音が鳴ってました。それはともかくとして、なんだ、えーっと、まあ今の平原の調子ならば、決勝戦はなんかコロッと調子が悪くなるケースがあるんですけど、勝ち上がりはうんなかなか悪くないんで、まあこれ、えっと、 勝ち上がりとは純粋に言えないかもしれませんがまあ準決勝までは平原信用していいんじゃないかなと思いますなので諸橋をまあ我慢するかな平原との関係もそんな悪くないですからねでえー、っと穴じゃなくってまあでも穴になるのか結果的に押さえとしては うん、まあでも抑えはないな吉沢とか諸橋とか清水とか考えたけどここでそれをする必要はないからな決勝戦なら間が合いなくなく突っ込んだりあの自分が残る競争をしたりっていうのはあるかもしれないですまあ清水はあの自分は勝ってもいいんですけど別に中が引き出すあの義理はないですから。 清水は自分は勝つっていうかここで存在感を結果で見せるっていうのは大事なんですけどまあ脇本からその辺を押さえとこうかなと思ったんですって一時書いたんですけど、えー、やめまして結局はあの関東のこの両者で、えー、と終わりにしたいと思います。なんせですねオッズが15でも19倍。 裏のも70倍でも倍すよちょっとこれつきすぎてるなと10倍ちょっとぐらいかなと思ったぐらいですからねまあ他に二段掛けがいるとはいえこの図だとあのいしまあ下がるかもしれないですけど美味しいんじゃないかなと思います、えー、私は関東から行ってみますはい、えー、以上 えといろいろ無駄話も多かったですけどゴールデンレーサー賞の予想をお送りいたしました、えー、チャンネル登録・高評価ぜひよろしくお願いします、えー、非常にこのチャンネル、えー、っと900人、えー、近づいてきて、まあ、なかなか伸びないとこなんですけどあのここであの上向きにしたいと思いますぜひ、えー、助けてください えまたですね、この動画、ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。えー、ゴールデンレーサー賞の予想を送り出しました。ゲーム動画でいこうでした。